写真拡大。シーズン3位の矢野阪神が CS ファーストエースで2位 DeNA を2勝1敗で下し、2014年以来5年ぶりのファイナル S 進出を決めた。5日の初戦で6点差を大逆転で制し、6日の第2戦はサヨナラ被弾で敗れたものの、ベテラン福留が起死回生の同点弾で意地を見せた。そして7日の第3戦は守護神藤川が2回冷風で粘る DeNA を寄り切った。戦うごとに粘り腰を増すミラクル猛攻は9日から東京ドームでリーグ覇者巨人とファイナル S を戦うが、ご意見番小山正明氏はキーマンに近本を挙げ、彼を旗頭にして日本 S まで突っ走れと後輩たちにエールを送った。一瞬11年前のシーンが脳裏に浮かんだ。2008年京セラドームで行われた第1 S 現在のファースト S の第3戦、中日と対戦成績1勝1敗で迎えた決戦は8回を終わって0対0と緊迫の展開を見せ、運命の9回に突入した。マウンドには絶対的ストッパー藤川球児。誰もがゼロで終えて裏のサヨナラ勝ちを想像したが、敵の4番ウッズに決勝ツーランを浴び、巨人の待つ第2 S 現在のファイナル S 進出が絶たれた。雨が降りしきる横浜スタジアムに立つ11年後の藤川にあの時を重ねながら見たのだが、心配は全くの杞憂に終わった。年月を重ね多くの深紅を経験してきた39歳の右腕は、素人のこちらが考える以上に鉄腕だった。ハラハラドキドキの DeNA3 連戦を見事2勝1敗で制し、ミラクルなファイナル進出を決めた。シーズン最終盤の6連勝は奇跡の連続だったが、今回は徳田原で踏みとどまって CS 進出を果たした。チームとしての底力で本拠地で戦った DeNA を撃破したと言える。早速小山正明氏にこの快進撃の感想を聞いた。6日に同時代で活躍した400勝投手金田正一氏の死去が報じられ、少なからずショックを受けていたレジェンドは後輩たちの激闘をどう見たのか。やりましたね。シーズン終盤のミラクルは本物でした。本当に良かったよ。公式戦最後の6連勝は正直言ってするとは思わんかったが、流れというかな。あと一つ勝てば CS というところで、広島が負けて阪神に自力進出の可能性が復活し、そこを起点に最後まで勝ち続けた。その流れ、勢いで DeNA を破った感じやね。最大6点差を逆転した5日の初戦が大きかった。はっきり言って2番手島本が4失点して1の7になった時点で、もう CS 敗退を覚悟しました。シーズンでもそうないことを CS でやってのけたんやから大したもんや。後半になったら中継ぎ、抑えが格段にいい阪神のもん。DeNA 中継ぎ陣の出来の悪さにうまくつけ込み、自分の形に持ち込んだよ。それにしても驚異的な粘り腰です。西の初回交代はとんでもない予想外。もちろん、CS が始まる前に母国に帰っていったジョンソンもそうやが、西の場合はある程度イニングを投げてくれると考えてたからな。ジョンソンを欠き、初戦先発の西にアクシデントが生じる異常事態の中、中継ぎ陣、そして打線が周囲の想像を超える踏ん張りを見せた。矢野監督の采配も執念の一語。第3戦は好投の先発高橋陽を4回のチャンスで代打を送り、その後は島本、岩崎のリベンジ魂にかけた。そして最後は守護神藤川のイニングまたぎ。
今回のファースト S は矢野監督のタクトが光った印象です。シーズン最中は采配に対していろいろ思うこともあったが、このシリーズに関して言うと投手陣で勝ち切ってやるという強い意志を感じた。これは一定の評価をしてえんやないかな。さあ、いよいよ9日からファイナル S です。リーグ覇者の巨人に対して阪神はどう戦うべきか。小山さんが考えるキーマンは誰でしょう。なんだかんだという手も近本やろう。彼が先陣を切って得点力不足の看板を下ろさんとダメやで。 DeNA との初戦、3安打2盗塁でかき回したように出塁して巨人を揺さぶることやね。それと木浪や北条が巨人投手陣相手にどんな仕事ができるか、僕はそこにも注目しとる。近本をファイナル S のキーマンに指名したしだが、巨人戦のポイントは阪神投手陣 VS 巨人打線だという。12球団トップのチーム防御率 3.46 を誇る虎等がリーグ最多の186本塁打を記録した重量打線をどう封じ込めるか。特にチーム最多の8本塁打の丸、対戦打率4割を超す吉川久志、石川などの伏兵にも気を配る必要がある。坂本や岡本の長打力を警戒しつつ、伏兵陣にも気を抜かないように。西の怪我の状態がどうか、ジョンソンが再来日して投げられるのかなど不確定な要素もあるけど、阪神は自分とこの戦い方に徹するしかない。DeNA 戦のように総力で一つ一つ勝ち星を積み重ねること、今の勢いで突っ走ってほしいね。狙うは一気の4連勝で日本 S に進出した2014年の再現。しかしそう気負う必要は全くない。負けてもともとのスーパーチャレンジャー、覇者巨人に一泡吹かせたるぐらいの気楽さで臨めばいい。無欲の虎ならまた世間をあっと言わせるかもしれない。デイリースポーツ中村正直、1997から99年阪神担当キャップ、前編集長、現販売局長。